花嫁の皆さん、花ちゃんの時間です。好きな焼肉の部位はハラミのミュとタンのマユです。ということで今日はゲストに事前に聞いておくべきこと17選をご紹介します。結婚式というのはやはりお二人だけではなくたくさんのゲストが関わってくる大イベントですよね、はい、そうなった時に確認を事前にできるとお互いにとってとってもいい、そして相手にとってはさらにおもてなしになるよっていうことを今日はお伝えします。最初にこれはマストで確認をするのがいいですよっていう話と、実際のソザンナさんのレポートとかいろんなサイトのノウハウとかをパトロールしてた時にこれはちょっとおよよっていうこともあったので、そこも踏まえて私の主観も踏まえてお話をさせていただきます。はい、やりすぎポイント、そうやりすぎポイントとね、はい、やらなくてい いよってことがやっぱあるので、今回はこの7つのゲストのカテゴリーに沿ってご紹介します。全ゲストが関わる確認事項ありますか？アレルギー。命に関わることはまず絶対ゲストへの確認が必要っていうことは念頭に置きながら、これポイントとしては苦手な食材とか聞いて、本当の苦手を答えちゃう場合キリがないから、あくまでアレルギーを聞くっていうことです。確かに苦手な食材ありますかって書いてあったら私書いちゃうかもしれない。いや書いちゃうのね。アレルギーって一人ずつ口頭とかで聞くわけじゃないじゃないですか。どうやってアレルギーの確認するんですか？そう、アレルギーの確認はタイミングとしていいのは、招待状を発送するときに返信ハガキにアレルギーございましたらご記入くださいっていう、こういうの小麦とかそういうのを丸するっていう場合も、式場のテンプレートであったりする場合もあれば自由欄になってる時もありますよね。だから食材のアレルギーをご記入くださいという感じで行けば問題なく間に合います。招待状にアレルギー欄がもしかしたらないかったかもっていうことについて、この花ちゃんもそうで、紹介者よかったら見てみてください。妊婦さんはこの確認も同じですね、確認が必要です。苦手な、ね、食材とかでつわりが起こってしまったりというのがあるので、おそらくその苦手な食材とかがございましたらっていうののカッコっていうのは、大体それ多分妊婦さんとかそういう方のための言葉だったりするんだけど、妊婦さんは特にケアしてあげましょう。もちろんね、式場にもちゃんと伝えるべきですし、ノンアルコールで当日ご用意という感じですね。でこれはマスト確認なんだけど、ちょっとこう確認ムムムっていうのをこうパトロールしてた時にあったんだけど、席を出入り口にした方がいいのかとか、ブランケットやクッション必要かどうか、これね、何でも聞けばいいというものじゃないかなって。もちろん聞くことが悪ではないですし、聞いたらすごく丁寧なんだけど、でもゲストだって気を使うんですよ。やっぱり結婚式の準備が大変なのは分かってて、自分のせいでいろんな、なんか手間が増えちゃったら申し訳ないなって多分私がゲストだと思うから、クッションとか当日用意してた方がいいって聞かれたら、あ、いいよいいよ大丈夫ってなるんですよ。そしたらこっちの配慮として、あらかじめ妊婦さんとかがいるので、クッションとか用意できますかって式場に確認聞いてみる。式場にやっぱり確認をして、で用意ができますと言われたら、それはまあ事前に伝える分にはいいと思う、逆に、とか、まあ来た時にさ、お席にもあった方がおもてなしにもなるし、出入り口もね、もちろん事前にそういうお席が組めればいいんですけど、もし先にこういうのを聞いとくのがいいんだと思って先走ってゲストに確認しちゃって、よくよく出入り口の確認したら、あの扉後ろの一箇所しかないとか、聞かれたのに結構遠いって逆にマイナスになっちゃうし、そこは逆にもうお二人が妊婦さんだからドア側になるべく近くにしようっていうのは、自分たちで考えてお席を配置する方がいいんじゃないかな。ご年配ゲストに聞いた方がいいのはこの2つですね。何かお病気で制限してるお食事があったら、それはやっぱり命に関わってくるのでね、確認した方がいいっていうことと、このね、車椅子が必要かっていうのも、これちょっと半々で、親戚のさ、とかご年配のことってさ、日常生活でわからないこと多くない？わからないこと。わからないこと
けど、うん、なんかその一緒に生活してないから、うん、言い方がちょっと柔らかくできないんだけど、半年とか1年とか、うん、お正月とかから結構経つと思ってる以上に弱まってたりするの、体が、うん、確かに足悪くなったとか、うん、そうだ、この間まで元気だったら、うん、あらっていうこととかが あるんだけど、例えばじゃあ車椅子必要ってさ聞いたら、またそれもいやいいよこっちでとかってね、なるかもしれないから、うん、まずはさっきみゆちゃん言ったみたいに式場に車椅子のレンタルとかが用意できるか確認して、うん、親族の年配の方とかで必要そうな方がいたら式場でも用意できるから大丈夫よって言ってあげるっていう方がいいかなって、うんうん、一言あるよって伝えるだけで、うん、そう、ちょっと判断するよ、そう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 、ゲストにやっぱり選択してもらえるっていう方がいいと思うんですね、うんうん、例えば私が巻いた式場だと、式場に車横付けできたから、コンシェルジュがその車椅子を持ってお迎えに行って、うん、タクシーから降りるそのご年配のゲストを車椅子に乗せて、そう乗せて行くっていう、それをお出迎えができたりとかするよね、うん、プラス箸必要かとか、お料理のカット、あのこれもね、結婚式を私した時もお料理カットありました、だ確認しても全然いいと思います、ただ測れないよね、その歯の強度とか、だから一回両親とかに聞くのがいいかも、一緒に暮らしてる方にちょっと聞いてちょっと聞いてみたりとかして、プラスアルファおもてなしとして、ちょっと噛みにくそうだなっていうのを日頃見てれば、もうカットした状態でご用意すればいいと思うし、お肉カットした方がいい、お箸用意した方がいいって全部言われちゃうと、ちょっとやっぱりゲストも、だから親族宅だけお箸つける、箸付けの席にするとかで、もうあらかじめお箸を用意するっていうことも黙ってやってもいいと思うし、意味がないよね、これってそもそもこういうのをあげて、私が勝手にムームーって言っちゃってるけど、こんなに細かく考えるということがさ、すごく心配してるし、やっぱりおもてなししたいって思ってる方だと思うので、式場を選ぶタイミングから本来だったらどういう対応してくれるところなのかっていう視点で、そもそも選ぶっていうのが一つよね。フレンチはね、やっぱりバターをたくさん使うから、うん、年配の方でそういうのをがダメな方も多かったりする場合はね、うんうん、あの気をつけて選んでもらうといいと思います。ご親族様には着付けとかヘアセットが必要かっていうことを確認するっていうのがポイントなのと、ムームの方行くと、まあ、ムームっていうのは悪いことだけじゃなくて、あ、なるほどねってこともちょっと入ってるんですけど、事前に郵送できるかどうかとかも、お着物ね、当日遠方から持ってくるのが大変だったりするので、まず2人が事前にこういうことを確認すれば、式場にどこまでが可能範囲なのかを聞いて、2人がこういうにできるよって言ってあげるのがいいと思うんですよね。例えばクロークとかがないとか、前々日とかのお預かりができないっていう式場とかもあったりするわけ、うん、ごめん、お着物はちょっと当日持ってきてねってなるのか、クロークで事前に郵送できるみたいだから、こう郵送費が例えば自己負担になっちゃうけど、うん、送ってとか、うん、っていうのは2人がこう言ってあげるのがいいから、まず必要なことを聞いた上でっていうのがいいかな。例えばクロークがホテルとかゲストハウスでもあるところだと、披露宴が終わった後も着払いにはなるけれども郵送の手配もできますよっていうこととかもあったり、式場によっては事前に送ってもらったら、付けの予約をしていただいた場合、付け師さんがその事前に小物がちゃんと足りてるか全部チェックしてくれたりとか、そういうことをしてくれる式場もあったりします、じゃないと当日ね、ご親族様とかも足りないものとかがあった時に恥をかいちゃうわって思わせたりして、あとはシワ伸ばししてくれるところもある、まあ、どこまでやってくれるかは式場によって対応が違うので、まず着付けする人の希望を聞いてから、こういう人がやるんですけど、なんかどういう手順になるかとか、ケアしてくれるかを確認してお伝えしてあげるっていうのがいいです。美容のセットもそうだね。これでも他のゲストにもね、美容のセットが必要かっていうのは、自分たちの式場に用意があれば言ってあげた方がいいですね。ただ伝える時には金額も一緒に伝える。式場でやる時と美容院でやる時って多分金額全然違うと思うので、どっちも提示してあげた上でどっちがいいって選んでもらう。そう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 、その方がいいと思う。だからヘアセットも全部私たちが負担するようだったら、それも伝えた上で、私たちの式場でもできるんですけどどうですかって言えばいいし、1人ヘアセット5,000円になるんだけど、うちの式場でできるから予約の手配はするよとかっていうのをね、式場での可能範囲を聞いてからっていうことが大事ね。遠方ゲストはもう聞いて差し上げた方がいいですね。ただ宿泊するしないっていうよりも、お二人がそもそもご招待するタイミングで宿泊費を負担できるのか、またまた交通費を負担するのかっていう、どこまで負担ができるか判断した上でお誘いするのが一般的なんですよ。例えばご親族様とかだったらちょっと聞いた方がいいかもしれない。
当日の来て帰りが辛いってなったら宿泊の方がいいかなとかっていうのをちょっと親御様とかに相談して、うん、こういうのは親御さんの方が詳しかったりとか、そう今までいろんな親族の方が結婚式したタイミングでどうしてたかとか分かってそうなの。そうなのよな、聞くのがいいかなって。それは本当はね、ゲスト一人一人できたらいいんだけど、そうはいかないので、ゲストの方には一般的なお車内宿泊でのご負担で、親戚とかさプラスアルファケアが必要な方にはそういう風にするっていうのがいいと思います。お子様連れの方にはこちらですね。お料理に関しては子育て経験がないと、まあ、何歳ぐらいでどれぐらいのものを食べるのがいいのかはもちろん式場が設定してくれてると思うんですけど、でその子の成長って全然違うじゃない。トラちゃんってちっちゃいとこがいるんだけど、アラちゃんはすごいよく食べるから、やっぱりパークコースでもいいかなとか、そういうのとかは例えば親戚だったらどのぐらい食べそうって写真とか見せて聞いてもいいと思うし、お子様コースランチが必要かどうか聞くのは聞かなくてよくて、ボリュームを聞くっていうのが大事かな。確かに結構自分たちの大人メニューのことばっかり考えちゃうんですけど、例えば3歳以下の場合、前職だとちっちゃなパンケーキとか出してたのね。ほんとちっちゃなお子様を連れてくる場合に何か軽食用意した方がいいかなって聞いちゃうと、あ、いよいようちでやるからってなっちゃうので、こういうパンケーキセットとかだったら式場で用意できるみたいなんだけど、じゃあ小麦とか大丈夫かなとか聞いた方が、すごいこうゲストとしても結構食べないと思うから自分たちで持ってっちゃうから、本当に用意しなくていいよって心からさ、ほんと素直な気持ちで言えたりするかなっていう。ムームーコーナーに持ってきちゃった。結構ベビーベッドとかベビーカーとか、そういうのも出口付近かも全部さっき言った通りなので、式場にまず確認しましょう。主任の方、これね、こちらね、もし正式名が組織図とか会社のホームページに載ってるとかで分かってらっしゃるのであれば聞かずにそれでいいと思うし、なんて肩書きを呼びすればいいでしょうかって割と知ってそうな間柄で聞くのも失礼だったりするから、このようにご紹介させていただきますね、当日はよろしくお願いしますみたいな方がいいんじゃないかなところです。はい、はい、確認事項がいっぱいあるので、全部ね、確認ってなると結構大変ね、これね。そうですね、細かなことがいっぱいあって、聞くゲストによって違うじゃないですか。そう、なんか混乱しそうだと思う。いや、そうなのよ。だけどポイントとして絶対に聞かなきゃいけないことは、まず命に関わること、あとは遠方ゲストとか、そういう方たちのこうケア、それ以外のことについては式場にできることを聞いた上で、誰が補いそうなことは補えばいいですし、私たちはもうこれまでなんだね、これまでなんだね、なんかすごい悲しい。私たち式場ができることはここまでなんだねっていう分かったら、こういう風な伝え方をゲストにはしようっていう風にもできます。なので、もしこれ見てらっしゃる方がまだまだ先の結婚式だったとしても、これを踏まえて早めに式場に確認をするっていうことをぜひしてください。皆さん、一個、全員の部分で、ちょっと忘れてる部分。忘れてる更衣室を利用するっていうところも。そうね、そうね。更衣室を利用するか否かって、これ、式場によると思うんですけど、例えば、私の友達の式場だと、式場の更衣室の数が限られているから、何人ぐらいの更衣室が必要かどうかを確認ゲストにしてほしいって言われたって。だから、それも、招待状の返信とかに入れちゃうのが、更衣室使う予定あるって、早めに聞いて、聞いたらちょっと、いや、まだわからないしっていうのがあると思うので、人数の把握っていうところでいくと、招待状を出すタイミングならもうほとんどゲストも確定しているので、それで聞くのがいいかなっていう。だからもしかしたらこれ以外にも式場側の都合で確認してほしいってことがいろいろあるかもしれない。式場ごとに、式場ごとにいろいろあるかもしれないので、そこは式場に何かゲストに事前に確認しなきゃいけないことって生じますかって聞いた方がいいですね。意外とそういうの聞かないと教えてくれなかったり、そういう場合ももしかしたらあるかもしれない。あるかもしれないから、やっぱりそこをちゃんと聞くというところですね。今回の17選がお役に立ったら嬉しいです。はい、本日もご視聴いただきありがとうございました。かなちゃんでは結婚式に関する情報を配信しています。はい、少しでもいいなと思ったらチャンネル登録といいねボタンをお願いします。バイバーイ。